ジョン・ジェー・ヘイムリは国際問題研究の専門家である。元ワシントンの官僚であり、2000年4月からはシンクタンク戦略国際問題研究所の社長兼 CEO の地位にある。サウス・ダコタ州スー・ホールズのオーガスターナ大学から政治学と経済の学士号を取得した。その翌年、ハーバード新学校のロックフェラー特別研究員となった。 1978年、ジョンズ・ホプキンス大学のポール・ H ・ニッツェ、高等国際問題研究大学院から、博士号を取得した。1978年から1984年まで、議会予算局に勤め、国家安全保障、国際問題担当局長補大臣に就任した。同職在籍中、上下両院の委員会に対する、分析その他の支援を管轄した。 1980年代には上院軍事委員会に10年間在籍した。その間、彼は主に調達研究開発計画、防衛予算問題と上院歳出委員会との関係を監督、評価する責任を帯びていた。1993年から1997年まで、ビル・クリントン大統領政権下で国防次官を務めた。1997年、 国防副長官に就任し、1999年まで在職した。2001年、上院から航空宇宙産業将来評価委員会の委員に任命された。2008年、ノルウェー国をハーラル5世は、ノルウェーと米国の両国における政治家、当局、研究者の間の協力促進に対する努力を検証して、平塗リを ノルウェー王室メリット訓位の司令官に指定した2016年11月朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。